直通運転。鉄道における直通運転とは、複数の路線、区間や鉄道事業者にまたがって、旅客列車を運転することである。列車の乗り入れと表現されることもある。英語では、トラキッチライズ、または、スルートレインと表現する、を参照。日本では、大都市の地下鉄が郊外への私鉄路線と、直通運転するものや、JR、国鉄から、 経営分離された第三セクターが JR と直通運転するものなどが代表的である。その形態は一様でなく事実上一体的に運行されているが運営事業者が異なるために直通運転と表現されるものから特急などの限られた列車のみが乗り入れているものまで様々である。ヨーロッパやアジアにおいては複数の国にまたがって国際列車が運行されている。 一方で、日本で見られるような地下鉄と郊外鉄道との直通運転は行われていない都市も多く、あるいは地下鉄と郊外鉄道が一体的に運営されている例もある。貨物列車に対して使われることもあるが、貨物列車は通常複数の路線にまたがって広域的に運行されることから、旅客列車の場合と比較すると一般的な用法ではない。なお、 1960年代までの車扱い貨物による鉄道貨物輸送が主流の時代、私鉄が所有する貨車が国鉄の貨物列車に連結されて国鉄線上を運行したケースも多く直通貨車と呼ばれた貨車、所有者別の分類を参照。また、同一路線内であっても通常の理解が必要な区間を通して運転することを指して使われる例もある。 日本においては、ほとんどの鉄道事業者が施設、車両の保有と列車の運行の両方になっていることから、事業者間の直通運転で用いられる車両を、保有する事業者の違いを区別して表現することがあり、相互の事業者の車両を用いるものを、相互乗り入れ、相互直通運転及び、双方向直通運転、片方の事業者の車両が、一方的に他方の事業者の路線へ乗り入れて、 運行する。もの、自社の路線の車両は乗り入れないが、他社の車両が自社の路線に乗り入れることを、型乗り入れ、片方向直通運転及び一方向直通運転という。例として2013年3月16日に開始された東急東横線、東京メトロ副都心線の直通運転を挙げる。この直通運転では、従前より行われていた。 直通運転と合わせ、横浜高速鉄道港未来線、東武東上線、西武有楽町線、西武池袋線の各線が結ばれた。東武東上線沿線の川越市を訪れた観光客は630万人を超え、これは川越を舞台にした NHK の連続テレビ小説、翼が放送された2009年を上回る過去、最高のものである。 川越市の観光課によると、2013年4月から12月は、神奈川県からの観光客が全体の約3%を占め、前年比で約6ポイント増えたという。一方で、横浜市への観光客も増加し、横浜高速鉄道によると、 2013年4月から2014年2月までの港未来線内の6駅の利用者数は前年比で約9.4%増加の約6370万人となり、沿線に大型商業施設を抱える港未来駅は約20%、元町中華街駅は約7.6%増加した。港未来線沿線のホテル宿泊者や 横浜駅周辺の百貨店利用者も増加た。これに加え、沿線の私立学校の受験者の増加や、比較的割安だった、東上線沿線の不動産価格の上昇も伴い、埼玉西部や神奈川で沿線の商業面に、プラスの効果を生み出した。直通運転にあたっては、単に線路を接続させるだけでなく、地上設備や車両などの規格の統一や、 運転業務、営業の取り扱いにおける事業者間の取り決めが必要となる。直通運転にあたっては、実施する両路線の期間や、電化方式などの規格を揃えるのが通常である。しかし、現に営業している路線において、これらを変更するには多大なコストがかかるため、車両の側で複数の方式に対応できるようにすることで、 地上設備の大規模な改修を避ける例も多く見られる。直通運転を実施する路線の機関が異なる場合は、機関をどちらか一方に合わせて、改めきする、京成電鉄など、か、両方の車両が走行できるように参戦機関、箱根登山線などが行われる。車両側で対応する例としては、スペイン・フランス国境のタルゴのように、機関可変車両を導入したり、中国と、 ロシアモンゴルの国境のように台車の交換により直通を実施するものがある。この場合、接続部にはそのための地上設備が設けられる。電化方式が異なる場合には、電化方式を一方に合わせて変更するか、複数の異なる電化方式でも走行できる設備を備えた車両、副電圧車や交流直流量用車両等を導入して対応する。また、非電化区間へは、 電車はそのままでは乗り入れられないが、電車を機関車で牽引することによって直通運転を実施する例がある。この場合、車内照明や空調等のサービス電源を賄うため、発電機の搭載や電源車の連結が行われる。また、直通運転する区間では案内表示の交換、新設がなされるほか、直通路線間の接続駅では線路配線や、 信号設備の変更、ホームの新設などが行われる。直通運転により乗り入れてくる車両の規格に対応させるために、路線全体の地上設備、直々セクションの設置などを改修する場合もある。運用の変更に伴い車両基地の改修、新設、移転などを実施する場合もある。直通運転に使用される車両は、 乗り入れ先路線の設備や運行形態に対応したものが必要である。具体的には、車両限界の要請による車両の大きさや、扉の数や位置、加減速度や最高速度など、車両の性能などが上げられるほか、期間や電化方式の違いを車両側で対応するための装置などもある。また、当該の事業者間の取り決めにより、車両の操作方法など、 これら以外の様々な点についても一定の定めを設ける。しかし、車両規格については相手の路線へ乗り入れられることが最低限の条件であって完全な統一が必須というわけではなく、異なる車両規格で相互乗り入れを行うこともあり、日本では阪神電気鉄道と近畿日本鉄道との間、福井鉄道と越前鉄道との間での事例が挙げられる。 また、信号方式や保安装置、ATS、ATC 等、列車無線の通信方式などが異なる場合、すべての事業者に対応できるよう同じ機能を異なる方式で複数搭載する必要が発生する。場合によっては、これらの設備を直通事業者間で統一した上で、直通運転を行うこともある。非常時の救援に備え、連結機も、 各もので共通化することが理想ではあるが、困難な場合は異なる。連結機同士をつなぐための中間、連結器を車両側および地上側に常備するが、あるいは専用の牽引用車両を用意することもある。なお、一部の車両のみを直通運転に対応させ、残りの車両は直通運転させず、自社線内のみを運行させるという方法も取られている。直通運転においては。 乗務員や駅員などの係員の業務の取り扱いも定める必要がある。乗務員、運転士、車掌等の列車への乗務は大きく2つの方法に分けられ、具体的には、それぞれの事業者の乗務員が自事業者の管轄する区間のみを乗務し、境界駅で交代する方式と、それぞれの事業者の乗務員が自事業者の車両に乗務し、 相手方の路線まで通して運行する方式とである。前者の方式では、各乗務員が相手の事業者の車両の操作に習熟することと、境界駅での乗務の引き継ぎの方式を定めることとが必要となる。後者の方式では、各乗務員が相手の事業者の区間の路線の特徴や取扱い方式などに習熟することが必要となる。日本においては、両方の方式が用いられてきたが、 後者の方式を取った路線において、阪急神戸線六甲駅列車衝突事故及び、死柄木高原鉄道列車衝突事故といった重大事故が発生したことから、多くの路線において、全者の方式へ切り替えられた。また、運転指令においては、直通事業者同士で緊密な連携が必要となる。ほか、境界駅での駅業務の管轄、各駅での連絡乗車券類の発売、 乗り入れ先での習得物取り扱いなどについても定められる。直通運転では複数の事業者、会社がそれぞれの区間を互いの車両によって運行するため何らかの方法で経費の生産、または総裁を行う必要がある。日本においてはほとんどの場合線路などの施設の保有、車両の保有と列車の運行のすべてを区間ごとに一つの事業者が担う形態で、 運営されていることから、各事業者が直通相手の事業者に車両を貸し出して運行するという形をとっており、この際に車両使用料を収受することになる。実際には、双方の支払うべき車両使用料が同じになるよう調整し、支払いを総裁することがよく行われる。このため、時として相手方の路線内だけを往復する運用や運用の持ち替えが見られる。一方、 施設を保有している会社と車両を保有し列車を運行する会社が異なる場合には運行会社が保有会社に対して線路使用料を支払う形になる。日本国外においては列車を運行する会社が他社の鉄道路線を走行する契約を線路使用権ということがある。この契約では前者が後者のどの区間で運行し営業を行うかが主催に定められる。 前者は、後者の路線を走行するが、過客を問わず営業はしない、契約形態もあり、それをオーバーヘッドトラッケージ、ライト、オーバーヘッドトラキッチライツ、または、インシュデンシャルトラッケージ、ライト、インシデントルトラキッチライツという。次には、後者は、自社での運行を取りやめ、前者の列車のみが運行されることがある。これは、路線の一部をリースさせているのと同義となる。 線路使用権は必要に応じて一時的な契約であったり長期に及ぶ場合もある。一時的に線路使用権を設定するときの例としては災害により自社路線が被災した場合に被災していない並行他社路線を使用して列車を運行するというものがある。長期契約の例としては他社路線を使用した方が利益が高くなる場合や 他社路線を使用すると短絡できる場合がある。日本における直通運転は、大都市の地下鉄が郊外への私鉄路線と直通運転するものや、JR、国鉄から経営分離された第三セクターが JR と直通運転するものなどが代表的である。大都市においては、運輸大臣の諮問機関である運輸政策審議会、現在の国土交通大臣の諮問機関、 交通政策審議会に相当の答申により、路線建設時には直通運転を前提として、計画がなされる。日本において、特徴的な直通運転の形態としては、都心部にターミナル駅を持つ私鉄と地下鉄とが直通する際に、ターミナル駅そのものではなく、数駅郊外側の駅で、地下鉄の路線と接続して直通しているというものがあり、東京や名古屋、 大阪で例が見られる。また、同一事業者内ではあるが、東京や大阪の JR では、複数の路線間で直通運転を行っており、都心部をまたいだ一体的な列車運行や、広域的な中距離列車の運行がなされている。代表的な例としては、東京の中央、総武観光線や、上野東京ライン、大阪の JR 東西線、学研都市線などが挙げられる。 直通運転の歴史は明治時代から遡る。1950年代以前にも奈良電気鉄道と近畿日本鉄道及び同鉄道と京阪新急行電鉄京阪電機鉄道などの異事業者での直通運転はあったが本格的に異事業者間で直通運転開始をしたのは高度経済成長期前世の1960年代に入ってからである。 民鉄と地下鉄との相互乗り入れ例明期は各駅停車による直通運転を原則としていた。地下鉄に民鉄の優等列車が定期列車で初めて乗り入れしたのは1964年10月1日のダイヤ改正で京成電鉄が土地下鉄浅草線に通勤準急、現在廃止を乗り入れさせたのが最初である。なお、かつては 同一会社の路線が別会社に分割されて新たに直通運転となった例や、これとは逆に、かつては別会社同士の直通運転だったものが、同一会社の路線となり直通運転でなくなった例存在する。この他にも、一旦は直通運転を廃止したものの、運営形態の変更により営業上及び、 書類上は再び直通運転となった例もありまた、車両の譲渡などの理由により、それまで、型乗り入れだったものが、相互乗り入れに変更された例もある。日本において、定期列車で行われている事業者間の直通運転の実施路線を示す。地下鉄が関係するものについては、公述。地下鉄が関係するものについては、公述。アメリカ合衆国では、ユニオンステーション。 共同使用駅が線路使用権が設定されている例の一つである。ユニオンステーションは大抵の場合、入れ替え線業鉄道が保有しており、線路使用権も入れ替え線業鉄道や入れ替え線業鉄道に出資している鉄道が使用する。アメリカにおいては、線路使用権の契約は陸上交通委員会に登録されており、公文書として閲覧できる。 近代の韓国の鉄道界では、直通という用語の曖昧さを回避するために、日本での直通運転に相当することは、直結運行、または直結運転と、急行のことは、急行、または急行運転と言っている。中国の鉄道、国鉄における旅客輸送は長距離輸送が中心であるため、線路間の直通運転は、日常茶飯事である。 さらに高速鉄道網も形成されており、高速鉄道同士、あるいは高速鉄道と在来線との間での直通運転も多くある。一方、中国では日本における国電のような都市近郊電車網が皆無のため、国鉄地下鉄の直通運転は全くない。一部地下鉄の線路と国鉄線路は物理上つながっているが、直通列車は設定されていない。 各会社同士が緊密に協力しないため、地下鉄と国鉄の直通列車を設定していない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。